ミスタイムさん、早速見てくださったんですね、流星ワゴン。きっとですね、気に入ってくれると思うんですよ。やっぱりね、自分の人生にも重ねちゃいますよね。自分の父親が自分と同じ年代で今ね、横にいたらどんなコンビになっていたのかなと思っちゃうんですよね。まあきっとお互い意地っ張りなんで、なかなか面白いドラマになると思うんですけどね。まあでもね、ミスタイムさん、中さんのあのまっすぐな生き方って結構憧れますよね。なかなかそうできないところが不器用もんだなと思うんですけどもね。時には下向いたり時には横向いたりとかして、人の顔を伺いながら生きてんだなと思う中で、中さんみたいにね、ズバッとまっすぐ後悔なき進むその姿にちょっと魅力感じちゃうんですよね。まあ心は中さんで私たち行きましょう。それでは焼肉マッチョクラブ、多分ね28日がいいんじゃないかなと思いますけどね。特売日にお肉を買って、で、ちょっと冷凍してね、保存しておきましょう。で、26日の夜か27日の朝ぐらいに、こう冷蔵庫に移しておけばね、いい感じでお肉いけるんじゃないかなと思いますんで、28日の21時からでいかがでしょうか。それでは、失礼します。